学生野球みたいな。何言ってくれー普通考えられないことがいろいろ起きてんだね。試合は負けてるんですけど、まあ今日一日それで勝ちなんですよ。じゃあ今回はね、はい、あの前回、はい、あの星野監督の時に、はい、とにかくあのよく、はい、いろんなことがあったって話はね、はい、聞いたんですけど、はい、やっぱ星野さんのこれはまあ本当の話なんでしょうけど、まあ、逸話的にもう今なってるようなことっていろいろあるじゃないですか、はい、本当に嘘のような本当の話、はい、まずまああの、うん、これはあの 横浜の時だったんですけど、はい、あのまあ初戦負けまして、うん、ちょっと機嫌悪いわけですよ。センさんね。はい、まあ信号待ちがあるわけじゃないですか。初戦負けたと止まった時にドーンと音がしたんですよ。一回。まあ要するにまあ蹴飛ばしたんですよ。蹴飛ばした。はい。みんなね、はい、負けたから今日監督機嫌悪いよ怒ってるから、はいはい。当時のマネージャーに、うん、止まるのが、うん、もうなんかムカつくみたいなこと言ってたらしいですよ。赤信号で、はい、止まるのが。はい。うん。そこは僕ら知らないレベルで、うんうん、2戦目も負けたんですよ。でまた怒ってるんですよ。また怒ってる。ドーンって言って、うん、でマネージャーが運転手さんに、まあ、お疲れ様でしたとバス乗ってくる、うんうん、今日は止まらないで行ってくださいって止まらないで行ってください。運転手さん言ってるわけですよ、うん、まあ、もちろん赤は止まる、はい、黄色ぐらい黄色のギリギリのところで、あともう少しスピード出してくれって、うん、だからなんか運転手さんと言ってるんですよ。話し合ってるわけね。僕ら何をあれしてんのかなと、何の情機嫌悪く、うん、まあ、結局3連敗したんですけど、もう3つ目なんて、もう僕らも、まあ、もう顔面蒼白ですよ。これ今日もう。だんだんこう、顔つきがこうなってくる。あとね、3つ目の内容がものすごく悪くて、これミーティング最悪とか言ってこう思ってるわけですよ。ミーティングってね、はい、あれゲーム後はしないでしょ？え、します、します。毎日します。星野さん。首脳陣だけ？いや。え、選手も含めて。はい、あ、選手も含めて。とりあえず1回、うん、みんな集合するんですよ。おー、ホテル着いたから。ホテル着、勝っても負けても。うん、で、そこから、まあ、時間は短い時と長い時あるんで、うんうん、もう、じゃあ解散になるんですけど、はい、まあ、必ず、あ、毎日やるんだ。星野さんがあったんですよ。うん、で、ミーティングは最悪になるなって、みんな覚悟しないと、今日は何、学生野球みたいな。何聞かれるのかなって、いろんな、まあ、一応、準備しておかないといけないです、僕は。その時、またマネージャーが、うん、お願いしますって声がちょっと大きくなってるんですよ。誰に対して？運転手です。バス運転手さんに言ってるの。で、うん、バスの運転手も、うん、変わるんですけど、うん、初戦の人と三つ目の人が同じ運転手さんで、うん、同じ人だったんだ。たまたま僕運悪く遅くなって、その、うん、前列座らないといけない。星野さんは一番前だね、はい、監督は。で、まあ、まあ、なんとなくその会話が聞ける位置にいて、うんうん、今日は言ってるね、バスの運転手さんが怒って、うん、何考えてるんですかって言って、いや、もう全部球団が責任取るのでお願いしますって責任取る、どうやって責任取れるんですかってこう会話してるわけです。もし交通事故でなったらね、まあまあ7年監督乗り込んできて、うん、そういう会話は一切終わるんですけど、うん、でバーッと走り出して、あ、ま、乗り込む前にも話してる。また面白いことに微妙な信号のタイミングになるんですよ前だからよく見えるわね。もう僕がそれ見てて、でも、うん、ね、まあ最初赤で、うん、もうこれは止まんないとか止まって、はい、でマネージャーがもう、うん、焦ってるわけですで行って次本当微妙なタイミングなんですよ。まあこれ黄色って言って、ね、マネージャーがものすごい大きい声で、うん、行ってくれちょっと待って、マネージャー誰？いや、マネージャー忘れた行ってくれって、もう、みんなに聞こえるぐらいの大きな声出して、で、運転手さんも、もうその声で踏んじゃって、そっから高速入っていくんですけど、もう高速も結構もう飛ばして、その上こんなになって。やっぱ補助さんってね、普通、ゲーム終わったらもうダラってなるじゃん。はい、多分あの時でもまだ神経高まってんだよねだからもうカーッてもうまだまだ元気なんだろうね。でも結果的に3つ目はそんなに怒ってなかったです。あ、もうちょっと疲れたね。逆に疲れたね。マネージャーがもうほんとマネージャーが気遣っちゃってね。で運転手さんにすいませんすいませんって謝って、ああそうかなんかもうその声のトーンがもう未だに忘れなくてみんなそのマネージャーの言ってくれが残るわけね。その言ってくれが
ちょっと監督も和やかにしたかもそうか、はい、みんなそんな気遣ってんのかっていうようなところかなで、あともう一つまたこれバスなんですけど、おいおい、まあ、バスが多い岡山で、あの中央球場、岡山で試合終わった後に、あ、まあ、その時はマスカット、はい、うん、勝ったんですけど、まあ、みんなバス乗り込んで、うん、あの監督が怒ってるどうのこうのじゃないんですけど、うん、やっぱり あの阪神ファンの人にバスをこう、ね、囲まれたんですよ。ああ、じゃあ ドラゴンズが勝ったからゲームでね、はい、うん、でちょっとバスも揺らされて、ね、揺らされた、あの発進できないで、ま、前にちょっと群がったんですよ、阪神ファンで、監督が勝ってるから機嫌いいですけど、だんだん機嫌悪くなってきて行けーとか言ってけど、いやこれ行けないですよ人がいるのに、はいはい、うん、でもうそのパーソンで、もう監督 もうだんだん機嫌悪くなって、ね、マネージャーが行こうって言ったら、うん、イエーイっつって、ね、開けろーっつって、うん、自分が降りていって、あ、そう、はい、うん、お前らそういう話じゃない、ここは俺にも恥ずかしいことすんなぐらいのこと、うん、わーってみんな言ったら、うん、スタッと戻ってきたらさーっとはけたんですけど、まあ岡山っていうと星野さんの地元だからな、そうですけど、人がいるのに運転手に「は出せ!」っていうのなんか人引いちゃって危ない、それは危ない、なんかやっぱりバスはなんか意外とドラマが多くてやっぱり、ね、極端に言うと、もう負けた時って息もできないんですよ、会話なんて持ってんのほうがいいですよ、あ、もうみんなシーンとしてるの、シーンとして、ああいう時外国人なんてそういうシステムがあんま気にしてないよね、後ろの方で負けてくちゃくちゃくちゃ喋ってガーッと笑ったりしてるんですよ、うん、でまあそういうのもミーティングで、うん、その負けてるやつどうのこうのまた怒り出して、うん、でもさすがにバスを時に2回、2台で ね、まあ、監督車両と、まあそういうちょっとにこやか車両、にこやか車両とね普通喫煙と禁煙とかじゃないの、やっぱりにこやか車両が満席、ま、いっぱいもう予約でいっぱいしてるねマネージャーがまたたまにこっちで、もう年齢中でこっち乗れ、こっち乗れ若いのこっち行けって言うんだ、もう夏でもなんでもクーラー入れないんですよ、うん、試合終わってから、ああ、ね、暑いわ、暑いですよ、もう暑いところじゃないんですよ、うん、ね、まあ僕ら試合出てて、うん、まあこう着替えてパッと乗り込んで、もうクーラーかかんないのが分かるんですけど、はい、試合に出てない選手、うん、バスで3枚ぐらいアンダーシャツ着てそれ用にアンダーシャツ用意してお前試合出てないって、バスこれやばいっすよって、汗だくになって、普通考えられないことがいろいろ起きてんだね、はい、勝っても負けても監督は新聞記者囲みがあるね、あ、負けた時でも一応喋ってる？一応囲まれてます、あ、そう、ただよっぽど頭が来てる時やっぱスーッとパッといくよね、だからそこに負けたらダメなんですよ僕らは、お監督より先にバス乗っとかないと、あ、乗っとかないとね、こう、お疲れ様です、何お疲れ様です、こう監督のこうちょっとした会話が嫌で、先に星野さんがいるともうダメなんだところで、ね、このね、左に行くね、こう、はいはいはい、ドーンと受けるとちょっとね、嫌なんですよ、もう早くとにかく行きます、とにかくもう大体あの、まあ、特に負けた時ですけど、うん、まあ、着替えてちゃんとね、あのやるんですけど、もう荷物もう下手したらもう負ける前提でも荷物持ってあのマネージャーとかちょっとバスの近くでこれ荷物持っていっといてくれて、もう早めにね、ほんでもう終わってみんなダッシュでバス乗り込んで、やっぱ奥の方へ早く行ったからね、もうそこに座るともう勝ちなんですよ試合は負けてるんですけど試合は負けてるんですけど、まあ今日一日それで勝ちなんですよどっちが先、そうそう、でこうちょっとバスで言ったりして、ね、着替えたりするんですけど、あの試合に負ける監督にも乗り遅れる、これもダブルショックですよ、なるほど、もうボロクソやだ、これ逆に勝った時はどうなの、勝った時はまあもうちょっと余裕こい、機嫌がいいの、まあでもたまに悪い時もありますけど、まあまあよっぽどじゃないと、あ、勝ったピッチャーとかが結構、うんうん、アイシングとかなんかして、はいはいはい、時間、ね、時間かかる時、はいはい、あの時だんだん機嫌悪くなるので、うん、あ、そうだよね確かに、まあ、あのそういう時はあの選手でミーティングして気持ちはわかるけど、うん、特に地方球場の時は、うん、みんな早めにしてバスでちゃんとやってくる、いやーなるほど、ね、ちょっと時間かかるし、うん、あれだんだん人が集まってくるじゃないですか、うんうん、地方、うん、集まってくる、はい、もう地方球場は極力荷物をまとめて、う
もうすぐ出れる準備していかないと、せっかく勝ってんのに今日一日の負けに負けになるぞって明日に繋がらないから。なるほど。とにかくバスでできることは、うん、全部バスで処理して、バスはできるだけ早めに出そう。すごいなもう本当にね、試合に負けても一日勝ったっていうのがまあ星野さんの話はいろいろ面白いね。意外と横浜の時と、うん、ね、甲子園の移動もちょっとバスが長かったので、中1の頃ね、竹園泊まってるので、甲子園結構混んだりして、混んでね、うんうん、横浜も宿舎まで通るの結構時間かかってて、近いとこは別にいいんですけど、そうか、ちょっと我慢すりゃいい、ちょっと我慢すりゃいい遠いとね、長いね、その期間、時間が、ね、あの本当にバスがね、シーンと真夏なのに、クーラーもない窓もありない、シーンとして物音立てずに、そしたらさ、はい、まあ宿舎帰ってね、はい、あの食事は星野さん来られるわけ？来る時もありますし、来ない時もそれはあります。うん、負けた時に、はい、星野さんと同じ食事をする時もあるわけ？あります。偶然。もうやっぱり機嫌悪い。あ、その時はもう負けです。勝ち負けです。負けだね。あの自分のその監督のその行動に合わせなかった自分に負けです。しまっただね。たまにでも、うん、早い時あるんですよ。ああ、だから来られるまでにさっきファって言って飯食ってさっと帰ろうか。あとまああの。監督好きな人に前もって、今日監督外出ます、聞いてます、はい、聞くわけね、はい、一応聞きます、うん、朝の段階で朝の段階、今日監督用事ありますとか、あのホテル食事ですかって、うん、外ですかって、そこはゲームの前に聞きます。もうすごいな、相手の選手の情報じゃなくて監督の行動の話。そうなんです、ね、でもやっぱ負けるとたまにキャンセルして、うん、行く予定が いない人がいるんだ。いるんです。その時みんな行って一回こう戻りますからね変な影があったら一回こう入り口の付近でこうみんな言うたり言うたりで、そこでみんなわーって来るじゃないですか、うん、いやもしかして多分監督いますよってなるんですよ。あ、それはこう情報が来て、みんな一旦部屋に帰るんです、うん、若い選手は部屋で待機する待機して食事終わるまで待機する。すごいなぁ。でたまに何やったんだ若いやつらを飯も食いに込んでって行った時に、監督好きな人が一斉送信するんですよ、うん、あのまあ、早く来いと、あのホテルの電話が鳴るんですよ、うんうん、あもう早くみんな来いっつって、うん、でみんな一斉に来いって、うん、何やっとんだお前はっつって、いや今ちょっとミーティングやってますとなるほどもうね、うわ選手いろいろ気を使うとこ多いね。そうまあ、それが今思えばそう、うん、すごい今じゃまずないことじゃないですか。ないな、もう、なんかそういうこともあったなって、こうまあ今集まったメンバーとかね、たまにそういう話出るんですけど、なんかそんなもうどこと戦ってるか全然機嫌いいというかものすごいいいので。そうかそうか、そうだね、その両方極端なんだね。で朝ごはんもちゃんとね、これちょっと朝早いでしょ、はい、ね、必ず新聞記者ね、喫茶店、うん、一緒にご飯食べたりとか、はい、お茶飲んだりしてたんよね、はい、まあ、食べなくても起きろっていう人だったので。ああそう、誰よりも早いですよ、ナイターじゃないですか、ね、選手はちょっとねゆっくり、そんな早く起きたくないよね、うん、またもうあいつらなんか顔出さないとどうのこうのって、僕らあのとりあえず11時ぐらいで必ず行かないといけなかったので、うん、朝ごはんのために。なるほど。それもやっぱりね、体調もあるし、うん、ちょっときついなっていう時もあるんですけど、はい、僕らも気使ってるというか、そんなって、ね、そこにもそれが良かったのな。試合やる前に戦いが一つ、大体ダブルヘッダーで毎回やってたわけ一つクリアしていかないといけないとか、中村武史はダブルヘッダーを戦い抜いたわけねまあまあそういう、まあ、なんとなくだからその時代で、うん、まあ、星野さん行動ね、僕とか今の方立浪とか、うんうん、そんなまあ一緒にずっと育ってる山本昌とか、でまあ次が次へと選手入ってくるので、うん、まあ、それをまずこういうだからお前ここはやめとくよって、これは大丈夫だって、そうかそうか、何かやるときにはちゃんと誰かに相談して、うん、あの監督のことね、うん、お前らが下手なことやって火つけられるのが一番困るから、ね、か面倒くさくなるから、ね、あそういうことですね、あの、まあ、迷惑かかっちゃうからね、はい、まあでもまあ今思えばすごい楽しかったので、ね、そんなやっぱ個性的な監督もう、まあ、その会話がだんだん
もう監督がもう怖いだとかあれだとかミーティング嫌だとか、うん、最終的に本当にね、なんかもう勝った負けたっていう会話なの。今日監督に勝ったぞとか、監督とね、監督と勝負してるわけね。そうです。もうそのやり取りが、うん、もういるメンバーしか分かんないですけど、そうかそうか、今日負けましたね。なるほどね。なるほどね。今日も引き分けだぞとか。いや面白い、うん、そういうことをやらないとね、うん、まあでも本当にね、あのや試合始まったらやりがいもあるし、あもうやっぱりね、人も変わる人なので、ね、やっぱり本当に戦いに入るので、確かにね、まあ、面倒見のいい人だったしね、はい、そういうところもあるから、はい、みんなそれでもそうです、ね、やっぱり星野さんは立ててやってこれたんだろうね、はい、今でもなんか喋ってると変な汗が出ますけど変な汗出るあ、いや、はい、楽しかったです、はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。